軽量級準決勝徳田紀和対小宮山大輔の一戦は延長へと突入する。小宮山が身長差を生かし前蹴りで主導権を握る。ここで延長が終了、勝負は判定へ。判定となります。判定引き分け、1、2、終了。1、2、3、終了。 3-0 の判定で小宮山の勝利、決勝進出、そしてワールドカップへの出場を決めた。小宮山大輔選手の優勢勝ちであります。